お願いします。畑岡さん、はい、突然ですが何やねん突然ですがって。掛布さん2世を作りましょう。偉いこと言う。確かにそう言うとさ、はい、なんかこういろんな2世って言うけど、あんま掛布2世って聞いたことないな。聞かないんですよ。でもそれぐらいすごい人やったってことだと思うよ。はい、うん、以前この動画で、うん、バースの再来を集めてみたっていう。無理やりな やったじゃないですか。やってたな、はい、バースさんは言われるのに、なぜ掛布さんは言われないかなっていうところで。いやでもそれぐらいすごかったんちゃう。それぐらいやっぱり誰も真似できないような成績もせやし、インパクト、名前が掛布っていう名前ってもうインパクトがそれがすごいやろそうですね。違う、はい、その掛布さん2世を作るにあたって、片岡さんが思うまず掛布2世にふさわしい条件、これをやっぱ決めていただきました。左打ち、サード。それサードじゃないとダメなんですか。やっぱサードじゃないとあかんな。なんか掛布2世がショートじゃあかんやろ掛布2世サードちゃう。あ、掛布さんってバッティングのことばっか言われるけど、守備がめちゃくちゃうまかったよね。守備がめちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまかったよ。でも強肩やん。だからコーチがね、2人がかりノックしたと、はい、1人に対して2人ノックすんねんで、それコーチの方がもうバテるぐらい体が強かったというね。いつも言うようにやっぱその練習、猛練習に耐えれる体があるから、どんどんそれに対して技術も伸びていったというふうなね。もちろんそれはすごいものを持っておられたと思うよ。でもそれにやっぱり練習量やね。ちょうど俺たちの同級生がプロ野球入った時、1988年かな、はい、に今自主トレの時に、みんなが自主トレ、新人の自主トレ行った時に、みんな掛布さんが T してたらしい。その T を見た時にみんながびっくりしちゃって、掛布さんが汗だくになって、やっぱボールに一球を打つね、その集中力と執念っていうのを、1月やで、1月ですか、自主トレの時期ですね。 それにもう汗だくなって、まあよく俺がその高校の時に負けて清原さんのね、はい、それ見た時に怖かったって言ったけど、はい、プロに入った俺の同級生みんなあの時掛布さんの T 見た時に怖かった、はい、それぐらいやっぱすごかったらしいね。まあ、もちろんそうやわなそうです、うん、今の若手選手見習わなかったですね。お前えらい厳しいなお前俺が言うこと先言うなお前やっぱすごかったんですね。それぐらいホームランバッターやねんけど、右投げ左打ちでさ、ホームラン打つバッターっていうのは最近言ったらね、金本さんで松井秀喜で掛布さんぐらいちゃう。右投げ左打ちっていうのは400本打ってるのはもうだから金本さんと松井だけやろ、はい、で次にまあ掛布さんか、まあ今柳田とか、はい、ね、吉田正尚がいるけど、はい、やっぱりあの400本以上打ってる左バッターの方は左投げの方多いと思う。もちろん王さんやで、張本さん、門田さん、みんな左投げ左打ちやんか、はい、やっぱりこの後ろの手を使うのが上手い方っていうのはボールを、まあ、逆方向に飛ばせるというの。掛布さんは確かね、橋も左で持たれると思うよ。左でも持てるんかな。だからそれを聞いて、だから松井秀喜も左でもそう練習してたっていう。だそう考えたら鉄人は鉄人やな。そういうこと全く気にせず、もうボール上から潰すというね、はい、で本来はホームランバッターじゃないけど、あんなボールを潰して遠くへ飛ばすなんていうよりもやっぱり人間じゃないねぐらいのやっぱりこの筋力、鍛え抜かれた体だよね。他その条件ありますか。今聞いてるのはサード、うん、左打ち。でも俺ね、それでね思い浮かぶのがヤクルトにいた岩村。岩村も、ね、40発以上のホームラン打ったし、そのサードというところとやっぱり高校から入って早くやっぱり出てきたというの、はい、でそれをね俺ねちょっとね考えたらね、共通点が1個あって。共通点があるんです。2人ともね、多分中西太さんに結構あのコーチをされたと思うんだよ。だから中西さんのその、まあ、指導法で打ち方っていうのは、まあ、独特な指導の仕方があるんやけど、はい、古くはヤクルトの若松さんとか、ああいう風な方もその中西さんがやっぱ指導やって言われるんやけど、やっぱりなんか相通ずるものがあるんちゃうかな。そういった教えがあって、うん、同じ共通のところが出てくる。もちろんその教えられたから出たというよりも、まあ、もちろん本人の才能と努力がもちろんあったと思うけど、はい、まあ、そういうのは岩村がなんかサードというのと右投げ左打ちというのとやっぱ3割の40発というのを見たら、まあ、守備もそうやし、まあ、岩村が近いかなと思うね。村上選手どうですか。村上はもちろん打つのはね、はい、でもなんかな、大きいやん村上って。そうです、まあ、掛布さんっていうのはそこまで大きくないやん、はい、でも三塁手というふうなところに見れば、はい、ちょっとやっぱまだ村上はこれからまあ鍛えたらね、可能性はあると思うで、はい、あのスラー構えもいいし、逆方向に打つホームランもあるしね。掛布さんっていうのはやっぱり引っ張るだけじゃなくって、引っ張るときはさ、駒のような回転をされてオールスターで3連発があってん、はい、とか、その抜かれた変化球をね、ちょっと前でこうさばいてポコンと打ったらホームランになるという。またその逆方向にもね、特にやっぱ浜風を利用されてホームラン量産されたっていうふうなバッターなんでね、
まあ、高校に出るというふうなことも、まあ、大事やし、まあ、高い打率とやっぱり打点とチームの主力ということやな、まあ、そういう点ではもう村上もやっぱりこれから期待したい、相当ノック受けなあかんで、守備がねちょっとね、まあ、村上ファーストでまた村上2世って言われるような、村上って言ってもね、2年目であのホームラン数はある意味松井秀喜よりちょっと上やなわけや、2年目で比べたらね、だからそういう面では村上は村上だってこれが楽しみやんな。他右投げ左打ちって内野手、内野でそう考えたらいないですよね、右投げは右打ちは多いですよね、まあ、最近で言うたら、まあ、引退したカーブの新井、はい、もうまあファーストサードで右投げ目口、はい、まあ、最近では岡本、岡本も最初もそうですし、まあ、大山もせん、はい、原監督もそうですよね、まあ、そうやな、岡田さんもまあおられたし、はい、ほんまやな、はい、まあ、ずっとタイプ的に見てほんまやな、はい、右投げ左打ち、あ、最近ほんまそうやな、見てても、まあ、村上ぐらいか、はい、あとそのまあ丸であったり柳田であったり、はい、吉田正尚であったりは外野やしね、外野なんですよ、だからそういったことも考えると、うん、やっぱり掛布さん2世っていうのはなかなか出てこないのかなって思ってしまうんです。いやいや、そんな簡単にさ出てくるような選手じゃないし、はい、その簡単に、まあ、真似できるのにちゃう、ああいうふうな、ましてそのドラフト6位からでしょ、はい、という面ではその佐野なんかドラフト9位やん、はい、DeNA の、ただまあポジションがねファーストとか外野やからちょっとタイプが違うやん、はい、だからあのスイングスピードとあのサードの守備、あの強肩、あれはやっぱりなかなか出てこないんじゃない、プロ野球には。そうですね、うん、でもダルビッシュ選手の名前とかって結構高校野球使われません？何々がダルビッシュ、何々がダルビッシュ聞くな、あの身長が高かったらダルビッシュなんじゃん。そうなんですでもさ、大谷2世は二刀流の人は大谷2世になってまうやん。そうなんですよ、2世言い過ぎやな、2世2世が多いんですよ、最愛とか二世とか、まあでもまあ新聞史上では言いやすいし、なんかまあ例えやすいよな。で、今思い出しましたね、右投げ左打ち、うん、この方がやっぱ掛布さん二世やと僕が思う人がいるんですよ、うん、片岡さんです。ありがとうございました。